から順番にオカメ、タンパク質、光ゴケ、パイロット、ファラオ、サイレントヒル、悪徳業者、サイコパス、季節外れです。無人島の癖という癖が集まってしまいましたが、みんなそれなりに健康のことは気にしていました。夜遅い時間、突然始まるラジオ体操。そして雨も降っています。ジャンプをすると水が跳ねる。ただ島民代表の言うことは絶対。パイロットもカフェのマスターも市役所職員も駆り出されています。いわゆるこれが無人島式王様ゲーム。どんなコンディションであっても王様に逆らうことはできません。いやいやながらもなんとか最後の背筋を伸ばす運動、苦行に耐えて自然と笑顔がこぼれました。住民たちと元気よくラジオ体操。ただこのタイミングで誰かが遊びにやってきました。ただ誰も対応する気がありません。来客よりも運動優先。価値観の物差しがバグっている。マナーは最悪ですが、健康への意識は一段と高かった。トタケケが歌っている最中ではありますが、ここでラジカセを起動です。そして始まるラジオ体操。これが島民代表に許された権利。人気ミュージシャン不人気トタケケ、アップデートが来てもとことん威厳がありません。確認ですが服は着ていません。そしてこの虚無の表情。ただ流されるまま訳も分からず背筋を伸ばす運動、だんだんかわいそうになってきました。ラジオ体操、集まっている人数が少なすぎる。コナン君の行く先々では必ず事件が起こると言いますが、早速島のどこかで犠牲者が出てしまいました。案内所前に集まる住民たち、これからラジオ体操が始まろうというところなんですが、全く音が流れません。どれだけ耳を澄ましても聞こえてくるのは川のすすらぎ。ラジオ体操からラジオを取ったらそれはラジオ体操ではありません。ただなぜか息はぴったり、ほとんど同じタイミングで体操が始まりました。この半年間何度も繰り返してきた基本の動き、もはやタイミングさえもしっかりと体が覚えているようです。非常にじわじわくる光景、サイレント体操、まさしく継続は力なり。キャリアの差なのか、トタケケは少しうろ覚えでした。この番組は古代都市、廃校、何の疑いもなく素手で持てている溶岩入りバケツ、絶対その大きさ以上の蜂が入っているであろうミツバチの巣、当たり前のようにいつまでも燃え続けている松明、板材一つで一個しかできないことに納得できないボタン、他と比べるともう少し本物に寄せてあげてほしいと思えてしまうイカの提供でお送りしました。